金剛野舎名王図像小金剛野舎名王は、密教における古代名王の一人で、北方の守護神。本名はバハライアクサであり、バジュラとは、金剛諸という武器を意味する。バジュラはインドにおける雷を放つ神の武器であり、金剛野舎名王は、雷イコールどのような障害をも貫く聖なる、力を持つ神という意味である。混合野舎明王は、人を襲っては喰らう、 恐るべき魔人であり、人々の維負の対象であったが、後に、大日如来の遺徳によって善に目覚め、仏教の守護神五大明王の一角を占める仏となった。仏教に帰した金剛や赦明王は、悪人だけを喰らうようになったと言われ、ここから敵や悪を喰らい尽くして、善を守る、聖なる力の神という解釈が一般的となり、故に、日本においても古くから敵を打ち破る、 戦勝祈願のフッツとして広く武人たちに信仰された。金剛や車明王は三面六臂の姿で、何よりも正面の顔は目が五つもある特徴ある姿をしている。六本の手には名前の由来である、金剛書や弓矢や長剣、金剛輪等を恥じして構えている姿が一般的である。金剛や車明王の起源は、曼羅や経典に登場する昆布を牙傍殺。 金剛役者菩薩及び別称の金剛区菩薩、最一馬菩薩と考えられる。金剛役者菩薩は熊羅獣役とされる旧役、二王行に説かれる五大力菩薩と呼ばれる、奮土省の菩薩の一つであり、これらは、明王の先駆けであるため、後に、副役とされる死に役、五国二王般若行では五大明王を拝することとなる。新薬では、以下の通り、 また、福薬区、李修行の、大いなる怒り再一再馬菩薩の章には、以下の記述がある。かくて、再一切魔菩薩は、この、大いなる怒りの訪問を、より一層に明らかにしようと考えて、顔を和らげ、微笑まれ、手に、混合牙の印を結び、身体全体を混合親者の姿に変身させて、すべてのものを恐怖させ、仏道に引き寄せようとされた。 大いなる憤怒は、そのままで、大いなる歓喜となり、この教えを一文字で表す静音、母を唱えたのであった。ありがとうございます。